幸い区の社協では車椅子などで外出が困難な方を対象に移送サービスを行っています。ここでは病院などの送迎に運転ボランティアの方が活躍をしています。今日は小杉と中原の間のとこですね。確か5年以上ですよ。もう5年以上になりますね。おかげさまで、はい、それでご利用は月にどのくらいされてる？私どもですか、1回です。でも助かってます。ありがとうございます、本当に。それじゃよろしいですね。それでね、利用されてね、もうありがたいですわ、本当に。移送して喜んでもらえるっていうのが一番僕なんかにとっては嬉しいですよね。普通のタクシーなり介護タクシーなんか使うよりも社協のこういう車を使って、行けるというのがとてもその経済的に助かるという声がよく聞きますね。障害の方ですと厚生相談所に行く人とか、あと区役所の行く方とか、いますけど、ほとんどは病院の方が多いですよね。ボランティアをやってくださる方がだんだん少なくなってるっていう状況がございます。皆さん1日2日でもボランティアやってくださる方が少しでも来れば助かるなと思います。ボランティア募集中です。こちらへお問い合わせください。